guys! モンスターアクション TV! 始まりました、モンスターアクション TV! この動画を見るときは、グッドボタンとチャンネル登録ボタン、そして通知ボタンをお忘れなく、この動画も目指せ1000いいねでいきましょう。ということで、今回はですけども、みんなが気になっているであろう、ロジャーの船、オーロジャクソン号に乗っている、あの卵についてお話をしていきたいなと思います。皆さん気づきました？ロジャーの船には、実は卵が乗ってるんですよ。それが一体何なのか、もしかしたらただの非常食かもしれません。だけどそんなことは想像にないと思うんでね、僕が予想してるものをね、今回みんなにご紹介していきたいなと思います。ちなみに全然話関係ないんですけど、実はジョンさんね、プロゲーミングチームっていうのに入ってるんですよ。ノラ連合っていうところに入ってるんですけどもね、昨日はね、ノラ連合のみんなでちょっとね、打ち合わせに行ってきたんだね。こんな感じでね、みんなで集まっていたんだけども、今後ねスマブラとかをね、結構ジョンさんやろうかなと思ってるんでね、スマブラやってるよって人はね、そこも楽しみにしててください。基本的に私はね、ゲームで言ったらサウソとかトレクルとかワンピース系、ワールドシーカーもねやっていこうかななんて思っておりますけども、ワンピース系以外で言えばスマブラも今後ねやっていこうかなと思っておりますんで、皆さん楽しみにしててください。ということで本題に入っていきましょう。今回ね、このロジャーの船にね乗っていたこの卵についてちょっとお話をしていきたいなと思いますが、改めてね、この卵みんな気づいてるかなと思ったんですけどもね、ちょっとしかあれやっぱ映んないからね、気づいてる人も少ないかもしれません。この卵は一体何なのか、ただの作画ミスなのかなんていうパターンもあると思いますが、これ作画ミスとかでも何でもないです。ただのお遊びとかでもないです。根拠としてはね、それぞれの海賊団の船っていうのがおもちゃとかで売ってるじゃないですか。そしてこのオーロジャクソン号、ロジャーの船も同様におもちゃとして売られておりますが、こちら卵乗っております。こちら卵乗っているってことはもう確実に意味のあるものなんですよね。そしてそれっていうのは飾りとかではなく、ガチの卵に僕は思えるんですよ。だからこそその卵にはきっと何か意味があるんじゃないかななんて考えておりますが、ズバリ僕が思うところでは、この卵ウラヌスだと思います。もうこれはね、ウラヌスなんじゃねえかと僕は考えてるんですよね。言うのであれば、ウラヌスの卵なのかな。ちょっとね、そんなような流れを考えていて、そもそもウラヌスとは何なのかって話、これギリシャ語で天空神を意味しております。天空神といえば僕の中ではね、オシリスの天空竜が出てくるんだよね。リバイバルスライムで無限にドローしていくっていう、あのコンボがね、ほんと懐かしいところなんですけども、そうそう、遊戯王ね、遊戯王、遊戯王関係ねえか、そう、遊戯王じゃなくて、まあこれはどうでもよくて、天空神っていうものなんじゃねえかと思うんですよね。天空神イコール、まあ今出てきたみたいにね、オシリスの天空竜と出てくるわけだから、あれドラゴンっぽいからね、やっぱり天空神といえばドラゴンっていう風に結構考えやすいところではございますけどね。そういった可能性も一つだとは思いますが、そうなるとあれはドラゴンの卵っていう風になってくるのかな。まあそんなようなパターンも全然あるんじゃないかなと思います。そもそもなぜこれがウラヌスであるのか、まあ要するに古代兵器っていう風に僕が考えるかというと、今出てきている情報を元にすると、古代兵器っていうのは全部が全部で生き物に関係するような流れを僕は感じるんですよ。例えばだけども、白星自体が古代兵器だよね。ポセイドンであるんだけども、プルトンも同様です。プルトンっていうのは正確には生き物ではなく造船技術っていう風になるんだけども、現在ではね、僕の予想ではサンファンウルフがこれを食っている、もしくはこの古代兵器プルトンに悪魔の実を食わせてサンファンウルフが誕生したなんていう流れも考えております。現にサンファンウルフは海の中で力が入んねえっていうところも言ってるから、能力者であることは間違いないです。そしてなぜ巨大戦艦という名前がつくのか、そこも考えればきっと彼がプルトンなんじゃねえかっていう風になってきますが、そもそも元をたどるのであれば造船技術なんだよね。これっていうのは生んだのは人間なんですよ。人間が生んだ古代兵器、そして古代兵器そのものである白星、人間魚人が来て、そしてやってくるウラヌスでございますよね。イメージ的には海の神というべき白星、そしてこの地上の神っていうのもちょっとなんか恐れ多いところがございますけどね、まあ人間が作ったプルトン、そして空の神であるウラヌス、なんかイメージ的には揃ってくるよね。そして空の古代兵器、全ての古代兵器が生き物であるっていう風に考えるのであれば、そういう風に竜だったりっていうのも連想はできてくるよね。そしてもう一つ、今出たウラヌスっていう流れなんですけども、もう一つ気になってるところがあって、この卵っていうところではウェザーエッグと被ってきませんかね。ナミの持っている武器だよね。何が言いたいかっていうと、ウラヌスを真似て作ったのが天候の科学である天候ボールっていうものなんじゃねえかと考えているんですよ。それをナミが現在操れるとなれば、本当の古代兵器が来たら、要するにウラヌスが出てきたら、それをナミが操るんじゃねえかっていうのを考えてるんですよね。もしそういったところも含
めてクマがそれぞれのメンバーをそういう風に吹っ飛ばしてるとすれば結構なことだよね。そして面白いのがね、ただ単に無理やりつけてるんじゃなくてもう一つ理由があって、ナミはこれを初めて見た時、もしかして武器になるかもっていうことを言ってるんですよ。春田さんはそれでふざけんなってことを言ってるんだけども、要するにすでにここでフラグが出てるんだよね。武器ときたら古代兵器がつながってくるよね。言ったでしょ、もうパンドラの箱が開いちゃってるんだよね。言ったでしょって言っても別に言ってないんだけどね。はい、そんな感じでね、もしかしたらこういった繋がりがあるんじゃねえかなんて僕は考えております。そしてポイントとしては、ナミがそういう風にウラヌスを使うっていうのもありえますが、ここで出てくるのがね、万物の声が聞けるっていうところではルフィも一つ可能性があるのかななんて思うんですよね。もしもこのウラヌスっていうものが生き物であった場合、どうやって連携を取るのか、どうやって会話をするのかって言ったらルフィが出てくるんじゃないかななんて思うんですよね。ただ生き物である、そしてウェザーエッグの流れを考えると生き物であるけども、そういった卵になるのみたいな、パカパカ開く卵になるのって考えたら違和感は出てくるところではあるんですよ。だからどういった繋がりを見せるのかなっていうところではございますが、可能性の一つとして、もしも生き物、まあそういったドラゴンであるっていう風に考えるのであれば、ルフィのこの万物の声が聞けるっていうのがポイントになる。そしてルフィとナミのタッグでそれを操るんじゃねえかなんてことも僕は考えております。ただその場合すごいよね、白星がもう味方同様じゃないですか。なのでまあポセイドンを、変な話、まあ大変な時になったらいつでも使える状況かもしれないよね。白星が完全にそれを操れるようになってればね。そしてプルトンを作れるであろうフランキーでございます。彼は実際にこれ作ってみようぜっていう風にアイスバーグさんに言ってたんですよ。そして彼があそこまでめちゃくちゃ頭いいことを考えれば作れないわけがないんですよ。なのでフランキーもきっとプルトンが作れる。そしてここで出てくるウラヌスにつながるね、このナミでございますよ。全ての古代兵器を実質保有している麦わらの一味になってくるよね。それをまとめるルフィと来たらもうめちゃくちゃだよね。でももしかしたら世界政府っていうのはそれぐらい強大なものであって、そういった兵器がないと勝てないものかもしれないよね。ワンピースを見つけた時、世界を巻き込んだ戦いが起きるってことを白ひげのおやすさんは言ってるんですよ。だからこそそこから考えられるのは、ワンピースってものはまあそういった金銀財宝の宝ではなくて情報である。空白の100年についての情報、それによって世界政府の荒が出る、それを知った皆々様がはいブチギレでございますっていうので戦争が起きるっていうような流れを考えてるんだよね。そこでポイントとなってくるのがこの古代兵器なんじゃねえかなんて思うんですよね。言うのであれば、これがないと勝てないレベルである、それっていうのがイム様の力なのかもしれないよね。あくまでこれについては今後の展開というかね、卵は何なのかっていう予想になってくるところではございますが、そもそもこの卵っていうのはどこに現在あるのかっていう話になってきますが、僕の予想ではこれ政府が保管していると、そしてマリージョアに国宝として冷凍保存されてるんじゃないかなんて僕は考えております。冷凍保存といえば前回出てきたね、どでかい麦わら帽子が出てきましたが、それ同様に国宝としてこの卵も眠ってるんじゃないかなんて僕は考えてるんですよね。ではなぜ政府がこれを入手できたのか、それを使うには様々な条件が重ならないと使用できなかったんじゃないかってことを僕は考えております。それを知ったロジャーはあえて政府に逮捕時にそれを押収される流れを作ったんじゃないかなんてことを考えていて、要するに現在の自分たちではこれを使えない。そしてもう一つポイントとなるのが、見聞色の覇気を極めたものは少し先の未来が見える、ロジャークラスであれば相当先が見える、だからこそ今後マリージョアで起きうる出来事を未来予知っていうのかな、そういう風に見て、だからこそ政府に卵を押収される流れを作ったんじゃないかなんてことを僕は考えてるんですよね。では一体マリージョアで何が起きるのか、現在すでにもうそれが始まってきてるよね。そう、レベリーが現在行われているわけでございますよ。革命軍も入ってきてるし、奴隷の存在だったりとか、天竜人のバカどもがね早速やらかしてるわけだから、間違いなく無難にこれが終わるなんてことはありません。もしここで国宝が盗まれるなんてことがあった場合、このロジャーの未来予知につながってくるんじゃないかと、そしてここでウラヌスが盗まれるなんていうことがあるんじゃないかと僕は考えております。前に僕が動画で出したように、ウラヌスっていうのはすでにドラゴンに奪われている可能性があるっていうことも言っております。だからやはりこのウラヌスっていうのは仮に卵だとした場合、国宝としてマリージョアに
眠っている、もしくはこれだけすでに盗まれている、そしてドラゴンは他の国宝についても知ってるわけだから、さらにそれを奪いに来てるなんてこともあり得るんですよね。もしこの卵が国宝であった場合、これって相当なことだと思うんですけども、他にも国宝はあるわけでございますよ。その他の国宝っていうのは一体何なのか、これについて近日でね動画を出していきたいなと思います。前回僕が出したビンクスの酒、そして今回の卵、ここからさあどうなるのか。さっき言ったよね、パンドラの箱はもう開いちゃってるんだよね。信じるか信じないかはウルージ次第でございます。はい、皆さんこの続きの展開をね楽しみにしてください。それでは今日はこの辺で締めていきましょう。ぜひとも最後に皆さん、グッドボタンとチャンネル登録ボタン、そして通知ボタンをお忘れなく。この動画も目指せ1000いいねでいきましょう。あと私のツイッターもね、ぜひともフォローしてくれたら嬉しいです。その際にね、ジョンさんフォローしましたよってリポ送ってくれたら、ちゃんと僕もフォロー返しますからね。ツイッターの方でもがっつり絡んでいきましょう。それではまた次回お会いしましょう。 See you next time!